こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか過去様の結婚宣言、肉内町内から注目が集まる背景、お言葉の経緯から見えてくること。新宮廷問題は遅かれ早かれ解決される。秋篠宮家にとって2023年は新宮廷問題が湧き上がり、その多様に追われた一年だった。問題とは、 宮廷改築に際して作られた仮の住まいに宮廷完成後も過去様だけが住まわれていることだ。この件に関しては過去様がつい先日、遅かれ早かれ解決される、と言及されたことも報じられ、結婚のタイミングと相まって宮内庁内で憶測を呼び続けているという、これまでの流れを簡単に振り返っておこう。2023年に入ってから、秋篠の宮家の中で過去様だけが、 改装済みの新宮亭に移られないのではないかとの報道が出た。半年後になって初めて秋篠の飲みを担当する孔子職トップが、別居、お認め。その後に紀子様、秋篠の飲み屋様もこれを認め、その理由を説明された。一言で言えば新宮亭には経費節減を理由に過去様のための部屋を作らなかったということで、結婚して相番下を出ていく過去様のために部屋を用意するのは無駄だということのようだが、 どれくらい経費がカットできたかなどについては言及がなかった。秋篠宮様の過去様をめぐる発言、説明がタイムリーになされなかったことについて秋篠宮様自身、ぐずぐずしていた、と表現されていたことが印象的でした。本音をとろされたという意味では大きかったと思いますが、あまりこのような言い方で心の内を明かされる皇族方がいない中で、なかなか異例のことだと感じました。と、 担当記者、そういった経緯はともかくとして、秋篠宮さまの結婚して相番下を出ていく胸の発言によって、自然と加古さまの結婚に注目が集まることになったのは事実だ。近年、一般社会では独身者、特に女性に対して結婚の予定などを聞くこと自体がタブーとなりつつあるが、皇室においてはこれもまた公的関心事とされている。 皇室の性質を考えれば当然だろう。日頃はハラスメントや政治的正しさに敏感な記者たちも、この件を尋ねることを問題とはしていないようだ。そのため、会見などで随時、この件に関しての質問も出されてきた。遅すぎずできればよいと考えております。ここで、関連する過去の発言を振り返っておこう。秋篠宮様は2018年11月、 誕生日に際した会見で、過去様の結婚について問われ、親の勝手な希望としては、それほど遅くなくしてくれたらいいとは思いますが、こればかりは、やはりご縁の関係もありますので、別に私からせかしたりすることもしません。いずれ本人から何か言ってくるかもしれません。そのような状況です。と述べられた。一方、2019年3月、 過去様の ICU ご卒業に際しての文書回答は以下の通りだ。結婚の時期については、遅すぎずできれば良いと考えております。理想の男性像については、以前もお答えしていますが、一緒にいて落ち着ける方が良いと考えております。相手がいるかについてですが、このような事柄に関する質問は、今後も含めお答えするつもりはございません。 姉が結婚に関する儀式を延期していることについてですが、私は、結婚においては当人の気持ちが重要であると考えています。ですので、姉の一個人としての希望が叶う形になってほしいと思っています。そこから4年半以上が経過した2023年11月、秋篠宮様はこのように述べられている。30歳までに結婚を、結婚については、もし、いずれ、 娘が結婚のことについて話をしてきた時には、彼女の考えをよく聞いて、そしてまた、こちらの思うところも伝える、というような感じで話し合っていければと思っています。記者から助言されていることや、話し合われていることはありますでしょうか、と問われて、それは結婚について、特に今はありません。2018、19年当時には、 秋篠宮様と佳子様の結婚についての捉え方は遅くなく遅すぎずで一致していたが2023年になるとそもそも話し合っていることはないとなり少し変化したようにも映るこれについて佳子様は去年12月末に29歳の誕生日を迎えられる前から姉のマコさん同様30歳までに結婚をと述べられるようになったと聞いています そのあたりを秋篠宮様と共有されていないのか、されているとしても、小室圭さんとの結婚が物議を醸した真子さんのことを踏まえて具体的に踏み込まないようにしているのか判然とはしませんが、ご結婚の宣言も含めて、宮内庁内では何らかのことが示される日は近いのではないかということが合言葉のように語られているようです。どう30歳を迎えられるのは今年12月、それまでに過去様から、 お言葉があるのか。町内での注目は高まり続けているという。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。経費を減らすために一人結婚で出て行った人の和歌ともう一人の部屋も作ってないとのことですが、発表された指定部分は確か増えてましたよね。おかしくないですか。と別の場所にお住まいの件に関しては、言いようによっては選挙と言えるのではないでしょうか。 一体誰が言い訳を考えているのかお粗末すぎますね。誰と結婚しても良いのだが、姉上のようにいつまでもどこからお金が出ているのかわからない領事館サポートはないようにしていただきたい。経費削減と言っているが過去3ロードや職員事務所が別に建てたら削減ではないのでは。秋篠宮和也は広報室から年度ごとに会計監査報告書を国民に見れるように出すべき。そもそもなぜ今、新宮邸。 お作ることになったのでしょうか。娘二人は結婚をしたら出ていく予定だから。としたなら、宮邸に住むのは実質三人。イマジン改築し広くする必要はなかったと思いますし。もしそうするなら、本当にいよいよ身代が変わるとなった時にすれば良いことでした。そうすれば上皇夫妻の家が使えたかもしれません。またまこさんの結婚が、 皇族、秋篠宮家と小諸家の結婚だったと思うといろいろと罪深いな、と頭にきますが、皇族ではない秋篠家と小諸家の縁だったと思うと、そういうつながりもあるのでしょう、と考えることができます。ご結婚の宣言も含めて、宮内庁内では何らかのことが示される日は近いのではないかということが合言葉のように語られているようです。これもどこまで本当なんだか、と思いますが、 区内庁ってそんな合言葉ではなく、情報は共有されていないといけないのでは、確かにクライベートなことではあるけども、あの姉の結婚を見れば、相手の心情を害して逃げられるようなことは慎むべきでも、進展調査はすべきでは、米国留学だのなんだのと高望みする必要は全くないけど、その結果について、本人も含めて業界事項とすべきなのか、判断するようにすべきでは、 結婚自体はどうぞどうぞ、早くしてくださいと推奨しますけど、結局ご家具書と本手をつなぐ通路は作られたんでしょうか。追加工事の内容と額をきちんと最後まで追求するのがマスコミの役割のはずが中途半端になっていますよね。いかによってはこれから先、散在する皇族への対応も皇位継承問題と合わせて議論していかなければならない。 秋篠宮問題は法改正のあり方も変わってくる重要な資料になると思っています。結婚の時期などと浮かれている場合ではなく、今一度正しい皇室に戻すべくメディアも尽力していただきたい。皇室に生まれ育つという宿命として、一個人としての普通の感覚とか生活を望むのは、ある意味隣の芝生的な、ないものねだりに感じるが、 その感覚を大事にするのであれば立場に対しての信念や覚悟を持ってほしい。人は考え方一つで、無限の可能性があるのではないだろうか。公務で国民や様々な環境の方々と接する機会も多い中で、何を感じ取り大事にしているのか、日頃の言動で見透かされてしまうし、見守っている人もたくさんいる。この週刊誌は過去様にどうしろと言いたいんだろう。 新居に過去様の部屋を新たに増設するのを、また費用かかるよね。結婚を前提にそれまで使っていた部屋をそのまま使っているだけという現状が一番スマートかと、急遽は県職員のスペースであって過去様を一人で使っているわけじゃないと何度説明しても、なかったことにして同じネタで何度も書き立てる習慣士、呆れます。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。 皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。